じゃあ続きやっていくよ。消費して進む。そして翌日の放課後。はいはい。さて、調査再開です。今日は何から調べていきましょうか。ああ、そうだな。ピコン、なんだ？なんだ？スマホに通知が。これまた出てきたんじゃん。ああ。やられたか。これは、またピエロの動画だ。これ日にちが経つためにやられていくんじゃない？一人ずつ。ハロー。お楽しみの時間がやってきたよ。おい。後ろに映ってるのはアンちゃんじゃないか。ねえ、みんなあそこを見て。え？ルイ君の指さす方を見ると、向かいの校舎の教室にピエロが立っている。マジか。あれはまさか。急いで行ってみましょう。うん。行った。ダダダダダって。と。もうなんかすごい、コミカルなフェイ、下が回ってないよ。コミカルっていうのもまずおかしいしな。なんかこう、楽しい感じだね。ざっくりしてる説明が。アンちゃん！あれ、まだ無事じゃん。もうすでに痛めつけられた後かと思ったけど。なんかセクシーだね。助けて。どうしたらいいの？アンちゃん。は？おい、なんかタイマーみたいなのが動いてるぞ。なんだこれ。810KA。なんだこれ。トランプか？あれって、まさか爆弾？おいおい、冗談だろ。早く助けないと。この声はどこから？どうやら爆弾にスピーカーがついているみたいだな。その爆弾の中には大量の塩酸が入っている。えぐいぞ。塩酸？もしタイムリミットまでに爆弾を解除できなければ、塩酸が飛び散って彼女はただじゃ済まないかもね。もちろんそこにいる君たちも例外じゃないけど。そんな、やだ、やだ、早くこれを外してよ。これは犯した罪の代償だ。そんじゃバイバイキン。キャラ、これは思わぬ展開ですね。爆弾なんてどうやって解除すれば、パスワード的なのがあったよね。早い！ライフ1消費だからすごく早い。調査パートスタート。どうする？白冷静じゃん？どうしましょう。爆弾なんてどうやって解除すれば。810KA。なんかトランプ的な記号なのかと思ったけど。これは、ここに数字を入力する場所があるみたいだ。なるほど。タイマーを止めるためには正しいパスワードを入力するというわけですね。でもパスワードなんて、なんかちょこちょこカードが落ちてるね。これ拾えばいいんじゃん。もう何グズグズしてんのよ。早く。おい、そういう言い方するんじゃないよ。あんちゃん落ち着いて、私たちが何とかするから。まずいですよ。もう時間は数分しかありません。急がねえと。あれ、嘘。勝手に時間が始まってた？あ、大丈夫。まだタイマー来てないね。ピエロのやつ、爆弾まで用意するとか正気かよ。早く解除しないと、俺たち全員無事じゃ済まねえぞ。と、結構。あんちゃんは？タイマーを止めるには4桁パスワード入力しなきゃいけない。正しいパスワード入力しないと。ちょ、待て。まずカードを拾っていこうね。なんだこれは。あー、なるほどね。わかった。そういうことか。大丈夫。全部数えればいい。全部数えるじゃない。一旦カードをすべて手に入れて、で、カードを手に入れるでしょ。で、証拠で、いや、証拠の前に、810KA。あれ？ 810KA だと、待てよ。あ、書いてあるね。星の果樹と、今、果樹って言った？星風船、ラガー、と緑の風船引く赤ね。オッケー。じゃあ、まず星の数を数えようか。星が、1個、2個、3個、4個。星が4だね。4の風船、緑の数。1、2、3、4、5。4と5。風船が5だから、4、5を、あ、待て、星、なんかカーテンにもある。1、4、5、6、7だから、7、5か。いや、ややこしいぜ、これ。7、5を、で、ダガーの数が、1、2、2、3、4、5、7、5、5かな。このダガーなのかって言いたくなるんだけど、これどうなんだろう。7、5、5、7、5、6でいいかな。カウントしとく。7、5、6で、で、最後赤が1個、2個だから、あ、3個か。7、5、6、2かな。これでやってみようか。7、5、6、2。OK! ブブー。ちょ、待て。OK、OK。ちょっと冷静に数え直してくるから待ってて。はい。7552だ。スキップ。7552。755。多い。OK! 焦ったぜ。よし、正解した。爆弾に書かれた4つの数字はトランプの数字を意味していたんだ。そしてそれぞれ対応するトランプのナイフや風船の数を入れればよかったんだな。これで爆弾は解除できたはず。タイマーは？
止まってる。危ねえ。硫酸、塩酸か。塩酸はやばいもんな。よかった。助かった。あんちゃん、今助けるからね。お、キャー、残念、それで解除したつもりか。マジか？え？おい、またタイマーが動き出したぞ。ちょ、待て待て。さっきのパスワードは正解だったんじゃ。そんな、残念でした。この爆弾は最初から解除なんてできないんだよ。もてあそばれたんだけど。そんな、僕はピエロだからね。道化は嘘つくものでしょ。キャハハハハ。それでは再びカウントダウン開始。ちょい待てー。ゴー！やばい、秒読み。やべえぞ。早く逃げないと俺たちまで。4。外れません。3。助けて。お願い。フェイクトラップかな。2、1。やばい。もうダメだ。フェイクだったー。何？これは紙吹雪？ふふ。はははは。ねえねえ、びっくりした？一体これはどういう？塩酸なんて嘘だよ。キャハハ、騙された。嘘？お前、何が狙いなんだよ。もう泣きじゃくってる。あれあれ？あんちゃんがお漏らししてる。普段は偉そうに振る舞ってグループのリーダーを気取ってるのに、怖くておしっこ漏らしちゃうなんて、もうプライドズダボロにしてくね。これが学校のみんなにバレたらどうなるんだろうね。ねえ、あなたはカナさんの幽霊なの？さあね。それは本人たちが一番わかってるはずだよ。とにかく、面白いものが見れてよかった。じゃあ、またね。言っちゃった。声がしなくなった。許さない。私にこんな恥をかかせるなんて。大丈夫？あんちゃん。安心してください。おもらしのことは誰かに言ったりしないですよ。しろ！やめなさい。それに僕も小学校高学年まではたまにおもらししてたことも、しろ！やめなさい。しろ、お前は少し静かにしてろ。えぐってくタイプだね。じゃあ私はもう行くから。え、ちょっと待ってください。どこに行くんですか？そうだぞ。粗相した後片付けろよとかクズ発言してみる。アンさんにはまだ聞きたいことが。トイレに決まってるでしょ。そうだな、シロウ。トイレ？ああ、なるほど。それは大変失礼しました。ほんとシロウなんだから。くっ。私が漏らしたこと、絶対誰にも言わないでよね。でも俺以外に違う人がバラしちゃうかも。言ってしまいました。それにしてもこの大掛かりな仕掛け、あのピエロ、つまりカナさんの幽霊がやったんだよね。まあ、そうだろうね。ってことは、先ほどまでこの教室にカナさんの幽霊がいたことになりますね。ああ。何か、部屋に怪しいものなど残されていませんかね。少し現場を調査してみましょうか。なんか露骨に怪しい足跡があるよ。うん。足跡があるとでもあれか。マチちゃんはだってローラースケート履いてるからな。なんだろうか。これは足跡？この足跡って一体誰のだろう？あんちゃんのかな？え？でもアンさんは靴を履いてなかったですよ。なるほど。あ、そういえば確かに。この足跡は明らかに靴を履いています。だとしたらこれは一体誰の？もしかして、アンちゃんを縛ったピエロの足跡とか？じゃあ足のサイズで犯人わかるかも。うん、でもそれは変ですね。ピエロの正体はカナさんの幽霊のはずです。幽霊には足はありませんよ。確かに。ってことはさ、やっぱりピエロは幽霊じゃないんじゃないか？ふん。私もそう考えるのが自然だと思う。この足跡が何よりの証拠だし、やっぱりピエロの正体は人間なんだよ。なるほど。しかしピエロの正体が人間となると、一つ気がかりなことがあります。気がかりなこと？仮にピエロが人間だったとして、ウサギさんが襲われた時、屋上から中庭に瞬間移動したことはどう説明するんでしょう。幽霊ならまだしも、人間には瞬間移動なんてできませんよね。それは、誰だ？お、マサーシ。おい、お前ら、一体何の騒ぎだ。先生、なんだよ、これ、派手に散らかしてくれたな。お前ら、一体ここで何があった？ピエロというか、カナさんの幽霊が現れて。カナの幽霊？カナって、もしかして隣のクラスのカナのことか？先生、知ってるんですか？俺は、一応この学校の教師だぞ。生徒を知ってて当たり前だろ。それはそうと、今、幽霊って言ったか？はい。お前ら何を言ってるんだ？あ、やっぱカナちゃん生きてる？となると、あの名前のわからないキャラがカナなんじゃない？カナは死んでなんかいないぞ。え？死んでない？詳しく聞かせてください。確かに不登校になってから連絡はついていないが、彼女が死んだなんて連絡は学校に来ていない。でも、みんなが言ってますよ。カナさんが、いじめが原因で自殺したって。
ただの悪い噂だろ。どうせ誰かが面白おかしく流したんだろ。たく、だから子供は。とにかくお前ら、ここは片付けて帰れよ。俺ら?違うんですけど。散らかしたら俺らじゃないんですけど。これはとんでもない新事実が発覚しましたね。カナさんが死んでいない?ピエロはやっぱり幽霊じゃなかったってことか?じゃあ一体、誰が犯人なんだろう。その時だった。お、出た。お、え、いや、マジか。早くない?この声は、時間切れだ。これより絶望裁判を行います。いえ、なんとなくマッチャンだなとは思ってるけど。じゃあこっちの世界に来てもらうぜ。マジか。今回は情報が少ないな。確信めいた情報がないよね。ここが絶望プリズン。ルイちゃんも来たんだね。待ってたぞ、人間。誰?おお、お前もこいつらの仲間になったのか。私たちはこの絶望プリズンの管理人です。管理人。まあ、詳しいことはお前らで勝手にいろいろやってくれ。うん。はあ、どうせ今回も話し合いをするんだろう。時間もねえし、さっさとしろよ。今度もよろしくお願いしますね。このテレサみたいな声が可愛いんだけど。それじゃあ、ドッペルゲンガー退治開始だ。その前に、お話し合いパートを俺に設けてくれないか?消費して進む。じゃあ、早速事件の整理からしていきましょうか。はいはい。まず事件の被害者は2人いましたよね。1人目の被害者が森園うさぎさん。2人目が白川杏さんでした。そしてこの2つの事件に共通していたのが、謎のピエロによる同一犯の犯行で、事件前に必ず動画が送られてきたという点でした。それに、動画でピエロは、これはお前たちへの復讐だとか言ってたよね。うん。だから俺たちは、最初、いじめが原因で自殺したカナさんの幽霊が犯人じゃないかと思ったんだ。しかし、実際にはカナさんは自殺なんてしてなかったんだよな。はい。ということは、あのピエロは幽霊ではなく人間だったってことですね。ここまででが、先ほどの調査で分かったことでした。そうだったね。だけど、ピエロが人間だとするならば、この事件において一つ説明がつかない点が出てくるんだよな。ピエロが人間だとすると、何?選択肢について、正解して絆ポイント上昇。おい。あ、どんどん正解して絆を深めて会話をしろと。あれ、ちょっと待て。なんだこの画面。このホーム画面俺知らないぞ。部室へ。部室へ。部室行きたいな。まだ行けないの?あとか。屋上から中庭へ周回移動したってのはちょっと謎だよな。でもそれってただのライブ遅延とかじゃないのかな?どうなんだろう。それはうさぎさんの事件で起きた瞬間移動だよね。そうだったね。お、絆ポイント80アップした。最初ピエロは屋上から中庭に一瞬で移動したんだったね。あれは驚いたよな。ドッペルゲンガーには漫画みたいな特殊能力があるわけでもないんだし、瞬間移動なんて人間じゃ絶対にできないよね。まあそれは確かにそうですが、犯人はどうやって一瞬のうちにあの距離を移動したんでしょうか。屋上から中庭に飛び降りたとか死んじゃう。ルイ君、ダイナミックな推理は素敵ですが、さすがにそんなことしたら死んじゃうんじゃないですか。そっか、そうだよね。どうしたんだ?ピエロから最初に送られてきた動画をもう一度見直してみない?何かヒントが隠されてるかも。本当に?それはいいアイデアです。あった。この動画。これ今屋上ってこと?この動画が送られてきた時間は18時頃だったよね。ああ、その時間で間違いないと思うぞ。確かその時、教室に俺ら含めて数人の生徒しか残っていなかったな。ちょうどテスト期間が始まって、部活も休みだし、早く帰る人も多かったからね。でも後ろでなんか部活やってるね。で、時間は6時を指してる。そして私たちはこの動画を見て、すぐに屋上に向かった。でも屋上に着いた時にはすでにピエロとウサギちゃんは中庭に移動していたんだ。そうでしたね。動画が届いてから屋上に着くまで1分もかかってないよな。早いな。そんな短時間で移動するなんて人間には不可能です。でも今回のドッペルゲンガーはそれをやってのけた。何かトリックがあるはずですが。トリックね。手がかりになるのはこの動画だけか。何?トリックってどういうこと?違う日に撮ったとか?それだとウサギちゃんが協力者になっちゃうしな。何かおかしなところはありませんか?よく確認してみましょう。この動画の中でそのヒントが隠れているところは何かないか。天気、グラウンド、時計?時計じゃない?なんか時計ってなんか断定的なヒントっぽい気がするんだけど。違ったぜ。違ったぜ。そうか、わかった。このトリックのヒントは時計にあるんだ。闇の主人公違うんだ。外してるから。時計ですか?
何かこれがヒントになりますか？ごめんって、伸びゆき当てずっぽう言っていて推理になりませんよ。ごめんなさい。全然わかんないな、これ。何？グラウンド見てほしいんだけど、こうやってサッカー部の人が映り込んでない？映ってる。本当ですね。でもそれが何のヒントに？この動画が送られてきた時はテスト期間で、部活は休みなはずだよね。グラウンドでサッカー部が練習しているのっておかしくないか？まあそれは確かに気になったけど。80ポイントもダウンしたんですけど。なるほど。よく気づきましたね。でもそれってどういうことだ？部活動は停止のはずなのに、サッカー部がグラウンドで部活をしてる。カカシか、あれはウサギちゃんの服着ただけのカカシなのか。このことから考えられる瞬間移動トリックの真相は、数日前に撮られたもの、事件直前に撮られたもの、この動画が合成されたもの、一番上だね。服いくらしたんだろうね。あのウサギちゃんの服絶対高そうだよね。この動画は事件が起きる数日前にあらかじめ撮られたんじゃないかな。そもそも動画が送られてきたあの時、最初からウサギさんとピエロは屋上なんかにはいなかったんだよ。そっか、てっきりあの動画は事件が起きたのと同時に撮られたものだと思い込んでたけど、違ったんだね。そう、これが瞬間移動トリックの真相だと思う。なるほどですね。見事に騙されてしまいました。なるほどな。ん？でも後ろに映ってるウサギは何なんだ？いや多分カカシでしょ。カカシじゃなかったらもう共犯になっちゃう。これは、おそらくマネキンか何かにウサギさんの格好をさせただけだと思うよ。その証拠に送られてきた動画は、ウサギさんの顔が映らないようにうまく隠してるし。なるほど。このピエロは頭いいな。作詞だね。つまりこれで瞬間移動トリックの謎は解けましたね。うん。これですっきりですね。ピエロは幽霊なんかじゃありません。だから、カナさんの幽霊だと思い込んでいたのは間違いです。そっか。でも、現場に落ちていた脅迫文には、お前らに復讐してやる。とか、明らかにいじめられてたカナさんを匂わすようなことが書いてあったよね。それなんですが、おそらく犯人は自分が犯人だとバレないためにわざとカナさんの復讐に見せかけたんでしょう。そのためにわざわざ幽霊に見えるような瞬間移動トリックなど面倒なことをやったわけです。見事に踊らされたな。俺わかんなかったし。なるほど、確かにそう言われると納得かも。じゃあ問題は、誰がカナさんの幽霊のふりをして犯行に及んでいたか。被害者の二人に関係している人物を挙げると、ミカコさん、アリスさん、マチさんの3人ですね。絶対マチちゃん。あのグループは上辺だけの関係で仲が悪そうでしたし、あのグループの中にリーダー格の2人を恨んでいる人がいても何ら不思議ではありません。それはそうだな。それじゃあまず3人について少し整理していきましょうか。まずミカコさんは、彼女は自分に芯がなくアンさんの言うことにただ同調しているようでしたね。そうだね。言い訳しに来た時ちょっと引いたよね。それに彼女はウサギさんたちから目をつけられるのを怖がっていました。そうだったな。そして次にアリスさんですが、彼女はあまりグループ内でも好かれてはいなかったみたいですね。一人だけ原宿で仲間外れにされてたし、あれはかわいそうだったよね。ね、露骨だったよな。はい。それにアンさんからの証言で、アリスさんは自分を守るためによく嘘をついていたみたいです。それがどこまで本当なのか。あいつが嫌われていた原因は、それが大きいだろうな。最後にマチさんですか。彼女は別に仲が悪いわけではありませんでしたが、ウサギさんが襲われた翌日、アンさんの誘いを断って少し気まずい空気が流れていました。こんな感じでしょうか。そうだな。え？マッチャンだよな。なんか自信なくなってきた。犯人はこの3人の中の誰なんだろう。他に目星い証拠を見つけてないので、これ以上話し合っても犯人の正体はわかりませんね。こっから先はドッペルゲンガーに尋問をして真実を暴きましょう。そうだね。おーし、どうやら話はまとまったみたいだな。それでは第2回絶望裁判改定です。オッケー。いや、ちょっともういきなりヒントなしでマッチャン行ってみようかな。ちょっとワンチャンあるかもしれないしさ。